皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事は生き方についてです。それではどうぞ。生き方、思い出したくない方もいるかもしれないので先に言っておきます。この動画は今まで死んでいったメインキャラの生き方について振り返る動画です。そういうのを見たくない方はここで動画を閉じてください。なぜこんなことを振り返るのか意味がわからないという方も同じく。ということでまずはこの人から。煉獄杏寿郎。杏寿郎は赤座との戦いで戦死してしまいました。杏寿郎は赤座の破壊殺乱式に対し炎の呼吸後の型円弧で対抗するも左目左肩右脇腹を負傷してしまいました。さらに杏寿郎は奥義である炎の呼吸九の方煉獄で赤座を倒そうとするも赤座の攻撃により胸元に致命傷を受けてしまいます。杏寿郎が赤座の手に貫かれた場所、いろんな臓器を損傷していると思われます。心臓にもかすっているかもしれないし、横隔膜、胃、肝臓なども損傷している可能性が大です。あばら骨も折れ、いろいろな臓器に刺さっていたことでしょう。そう考えるとあの状態から杏寿郎が生き残るというのはかなり難しかったと言えます。後の柱の生き方に比べたら少し霞んでしまうような気もしますが、損傷のレベルで言うと杏寿郎もかなり高めです。あと杏寿郎と赤座の戦いを見ていて一つ気にかかることがありました。それは握力を示唆するような場面です。今現在の最新話は189話、ちょうどオバナイが刀を赤く染めたところです。その原理も少し判明し、握力によって格闘を軽減できるということが分かりました。そして死の淵に立たされている状態というのも格闘を軽減できる条件にあります。これを踏まえて杏寿郎が赤座との戦いで刀を強く握っているシーン、そこに注目してみてほしいのです。この時の杏寿郎はまさしく死の淵に立たされた状態、そしてそこで刀を強く握り握力を持って刀に強い衝撃を与えています。でも杏寿郎は刀を格闘にすることはできなかった。おそらくこれはあざが関係しているような気がします。このあたりもう少し掘り下げてみたいので次の動画で考えてみたいと思います。昔から煉獄家の容姿が変わらないのもここにつながる伏線のようです。実に面白い。胡蝶忍。衝撃的な杏寿郎の死に続き次は忍の生き方についてです。忍はというと全身に毒を巡らせて自ら銅馬に食われようとする自ら死にに行く作戦をとっていました。ただ最初から銅馬を倒すことを諦めていたわけではなく、なんとか刀の毒で倒そうとは試みています。しかし結局忍や親方様の予想通り毒だけで上限を倒すことはできませんでした。そして忍は銅馬に全身を吸収されてしまいます。結果的にはこの全身を一気に吸収されるというのが功を奏しました。というのもいつものように銅馬が少しずつ忍をかじって食べていたのではその時点で毒の分解をされていた可能性があるからです。銅馬は忍が他の柱やカナエより弱いのに頑張って生きてきたことに感動し忍を抱きしめています。そして最後は骨まで砕くほど強く抱きしめるわけですが、これが忍でなければ銅馬が抱きしめるということもなく全身を一気に吸収されることもなかったのかもしれない。そう考えるとなんだか全てがつながるような気もしますよね。時藤無一郎。無一郎は享年14歳。14歳の少年がまずは左腕を切られ右肩に刀を突き刺され最後は胴体を真っ二つに。無一郎が腕を切られたシーンを見ると人間って脆いものなんだなと感じます。再生することもできず一度切られてしまえば終わり。思えば無一郎の死が確定するまでの間みんなが生き残ると信じていました。懐かしい。胴体を真っ二つにされていてもまだ生き残ると信じていました。無理だと分かっていてもなんとか鬼になってでもと。今もまだ信じられていない方もいるのかな。それも仕方ないですよね。でも無一郎が格闘へのヒントを見出しそれが今はオバナイにつながりそこからさらに他の柱へと格闘の秘密が伝わっていく。無一郎が残したものは大きい。あと刀を赤く染めるためにはやはり握力とあざが必要となってきそうです。これも杏寿郎が格闘にできなかった理由につながっていきます。品津川玄弥。玄弥の生き方は他のものより少しえぐいものです。というより行くまでの間もひどいものでした。
まずは無一郎と同じく左腕を黒脂肪に切断されます。なんか京次郎の左目といい、無一郎の左腕といい、左側を損傷させていることが多い作品ですよね。三つりも無残に左側を損傷させられていましたし、炭治郎は右側を、死ぬ人は左側を、なんてことはないかな。そして天野は左腕に続き右腕も切断されています。さらには胴体を横に真っ二つに。振り返ってみると思った以上にひどい。そして最後は全身を縦に真っ二つにされています。こんなやられ方、鬼化している玄野だからこそのもの。玄野が普通の人間なら、サネミとの溝も埋まることはなかったんですよね。玄野とサネミの最後の会話は、玄野の生き方を忘れさせるほど感動的なものでした。玄野と無一郎も最後は絆を深めていたと思うので、天国で仲良くしていてほしい、そう思います。まとめ的なもの。煉獄杏寿郎、胡蝶忍、時任無一郎、品津川玄野、三人柱で一人は同期組。柱も同期組も誰もが死ぬ可能性があることがわかります。今は柱全員が死ぬ可能性がある状態。そして同期組も柱より弱いため、戦いに参加すればいつ死んでもおかしくない状態です。柱の中で一番死に近いのは189話時点でやはり小花井でしょう。左腕にあざが発現していることから、また左腕を切り落とされるような、そんな予感がしなくもない。小花井が行くときは三つりとの感動的な場面が描かれると思うので、おそらくそこに行くまでに小花井はひどく損傷する可能性があります。京次郎の時も玄野の時もそうでしたし、ワニ先生はそこを狙っているでしょう。それに小花井は限られた時間の中、今後は捨て身の覚悟で攻撃を仕掛けていくでしょう。無一郎のような状態になるかもしれないですよね。胴体真っ二つはふかふか、ちょっと怖い。小花井の過去についてはそこに対する耐性をつけさせるための、いやいや考えすぎかも。ということで今回の記事は以上です。それではまた。